こんにちは。シェアピクリエイターでエンカアドバイザーの椿です。動物さんのお知らせ教育体験、シェアズハピネスイズアニマルズを略してシェアピの楽しさと作り方をお伝えするシェアピテレビ。シェアピ式な動物園の楽しみ方は、飼育員さんが用意した選択肢を引き継いで楽しむシェアピることですので、今回は福岡県にあります大牟田市動物園に取材に来させていただいてます。ありがとうございます。今回の動画は、取材というよりは表から見て気づいたライオンさんの選択肢をご紹介したいと思います。ただいまよりライオンの肉探しタイムの方を開始していきたいと思います。飼育員の方がいろんなところにお肉を隠していきますので、それをこの部屋に先ほどまでいましたライオンの朝日くんに探してもらおうというイベントになっております。ぜひともですね、皆様ライオンはどのようにしてお肉を探すのか、またどのようにしてお肉を獲得するのか、そしてどうしてお肉を隠しているのか、これをですね、ぜひとも知ってみて書いていただけたらなと思います。はい、こちらの天井からぶら下がっている木に吊るしていきたいと思います。こちらですね、穴掘りボックスっていう風に命名されていまして、実はですね、ライオンさん、猫科では珍しく穴を掘って獲物を捕獲するっていう行動を取るんです。でっかい櫓の上で寝ておりますよ。いいね、いいね。そっか、上行くと木の近くになるのか。葉っぱの匂いとかがいいかもしれん。葉っぱの匂いとかでもしかしたら虫さんも少ないのかもしれない。まあしかし立派な櫓建てたよね。この太い柱、一生懸命穴掘ってるところの動画もあるんでよろしく。裏はさ、上に乗ってね、風に当たったり景色が変わったりもあるけど、こう屋根代わりにもなるからすごくいいですよね。そして二動物さんが寝てるときはね、姿最高ですよ。寝てるからこそね、足の裏が見えたり、お腹が上下してる感じがね、素敵だったり。で、朝日くんのこのね、威厳がさ、やっぱあの上の方にいるからだよね。現地の岩山の上にいるような感じのさ、ね、気持ちよさそうな威厳のある感じでさ、ね、素敵は素敵、この舞台素敵ね。屋根だし、ね、下は風がよけれて上は風に当たれるんだよ。手前にも櫓があるんだよ。選択失敗でシェアピだね。シェアピ君お久しぶり。なんか立派になっちゃって、たてがみもっさじゃん。立派っすね。かっこいい。やべえ、朝日くんかっこいい。朝日くんは今日この左のお家です。水は正面の枝と穴掘りボックスと藁と室内開放と狭いからって諦めないとこが最高っす。朝日さんも素晴らしい寝姿で素敵。室内開放と暑いからあっちの中のコンクリのひんやりで寝ようと思えば寝れるけど、こっちっていうのはこの風が通るのがいいのかな。朝日くんは寝室にクーラーもあるのにずっとこっちだそうです。何でだろう。かっこいいね朝日くん。
カンダリートレーニングですね、略してハズトレって言ったりしますけど、書いてある通り動物さんの、ね、健康管理に必要な行動をね無理やりやるんじゃなくて、動物さんに協力してもらって強制せずにですね、動物さんたちの意思でできるように地道にトレーニングを積み重ねた結果こういうことができるようになるというものでですね、そうやって地道に積み重ねていく時に飼育員さんと動物さんの間にいい関係がね深まるそうという利点もあるそうですよ。トレーニングのことをハズマンダリントレーニングっていう、例えば体重測定だったりとかでいっぱい尻尾を出してくれました。でここちょっと見えにくいかもしれませんが、尻尾の一部毛がちょっと薄くなってるところがありますよね、はい、ここで、いつも採血をしています。で今日はね練習なので私がちょっと指で刺激をしていきます。で本番は今みたいな感じで獣医さんが実際に針を刺して血を取ります。こう今ピッて笛を吹いてたと思うんですけど、これは何で吹いているかというと、はい、今スタッフがやってるように笛が鳴った後は必ずお肉がもらえるようになっています。この笛が鳴った後は、ライオンに必ずお肉がもらえるっていうお約束事として笛を鳴らした後お肉をあげています。なのでライオンが、まあいい行動をしたとき、その状態で OK だよっていう合図のために笛を鳴らしています。これでハズマンダリートレーニングガイド終わりたいと思います。最後までお聞きくださりありがとうございました。ありがとうございました。このピンセットが引き込まれないようにするのは自分たちで溶接した。そうです。はい、すごい。以前いた飼育員さんが溶接してくれたんだ。素晴らしいね。大事だよね。ちなみに今ナギダちゃんですね。そして使えるとこはどんどん使うということでね、素晴らしいね。うちのお家だけじゃなくてもう隣も使えるようにしたってこと。早いな、やることが。さすがこっちももう使えるのかな。ほらこっちプール、こっちにもある。いろいろイベントがありますよ。行けそうだね。ここももう使えるようにしたんだ。さすがだな。選択肢増えてるね。さらにこういう取り組みもしてますんでね、寄付できるんでぜひ寄付してシェアピッてください。園のホームページとかをよくご覧ください。